千葉雄大です。ヒャダインです。今日は東京ディズニーシーに来ました。来たぞ。これから2人で東京ディズニーシーに新しくオープンするアトラクションを一足早く体験させていただくんですけれども、いいの？その名もソアリンファンタスティックフライト。おお、いや楽しみですよ。どんな乗り物なんでしょうね。いや早速ね、確かめに行きたいと思いますよ。おそれで は行ってきます。レッツソアリン。ソアリンファンタスティックフライトに来ました。やった、来ました。ついに来た。やっぱり見てくださいよ、本当に中に何があるかちょっと想像がつかないですね。ねえ、綺麗ですね。すごい綺麗。なんか伝統的な建物みたいだよね。うん、早速中行ってみますか。はい。ファンタスティックフライト、いざ乗車です。あ、すごい、こんなことある。意外、思ってたのと違う。なんか超かっこいい。すごい、座った感じがなんかね、なんかもう浮いてる感じ。ふんわりですね。おー、思ってたのと違う。わー、すごい。わー、わー、すごい、ちょっと怖い。わー、わー、すごい、すげえ、マジで。いや、めっちゃ楽しかった。うわー、匂いする。ほんとだ、臭み匂いする。すごいね、何これ。めっちゃ楽しかったですね。めっちゃ楽しかった。てか想像と全然違ったんですけど、150億倍楽しかった。150億倍楽しかった。始まった途端からさ、まあ、最初全然予想できないわけよ。なんか夜景が見えてて、なんだろうなと思ってた。おお、そう、なんかこうちょっとゆったりした感じで待ってたらね、うん、もういきなりもうアドベンチャーでしたね。いきなり空飛んだね。いや、本当にすごかった。匂い、そう、匂いするんだよ。匂いするね。なんか草の匂いだったり海の匂いだったり、うん、どういうこと。本当どういうことって感じですね。いきなりこう夢の空間にこう迷い込んだ感じ。まさにディズニー、すごかったです ね。エンターテインメントだったね。そう、あともうなんかやっぱりね、雲だったりとかこう水しぶきをこうわってこう避けてしまう。そう、臨場感がすごいね。なんか飛行機とかでわってうわーって、わーって言っちゃったもん。感動するね。うん、最後俺さ、気球のところでちょっと鳥肌ババババって言ったもん。あ、本当にやっと言ってましたね。うん、鳥肌出た。なんか鳥ってこんな気持ちなんだろうなと思って。あ、鳥肌すごい。あ、うまい。鳥の気持ちになれる。わお。うん。うまいかどうかはこう見てらっしゃる方に ね、委ねたいと思いますけれども。すいません、本当にちょっと、はい、あの年がいもなくはしゃいでしまいました。大人でも楽しめるということが立証されましたね。もうずっと乗ってたい、うん。この世界にいたい。あ、わかる。それはちょっとわかる。現実にはもういいや。うん、出たくないね。そう、ずっといいな。うん、千本ノックぐらいでも大丈夫だと思います。嘘偽りなくおすすめできますので。いや、本当そうだね。これは小さい子から、ね、大きな大人までもう、大きな大人、大きな大人までご年配の方までね、はい、ぜひおすすめできますよ。これ本当に素敵なアトラクションでした。お楽しみください、はい。